いえ今回も始まりましたオクトパスキャンパース。はい、皆さんねちょっと身にまとってますけども、今回の企画はオクトパス冬の私服コーデー。夏に私服コーデやりましたけども、まあ、今回は自分で用意してきた服を、まあ、自分で着て、で、まあ、前回はメンバーだけだったんですけど、はい、今回あらスペシャルゲストをお呼びしました。じゃあ早速、はい、呼びたいと思います。おかずクラブの2人です。どうぞ。どうもー。今回僕たちの、オクトパスの、冬コーデということで、はい、よかったらなんか男性のなんか好きなコーデとかあったりしますか？お二人。私はやっぱりシンプルなのがすごく好きで、なんかもうかっこいい人ってそれだけもう T シャツとジーパンだけでもかっこいいじゃないですか。なんかゴテゴテしてるのはちょっと苦手。ああ、なるほどですね。大丈夫みんな。結構モゴモゴしてるけど、いろいろついてるかもしれない。私は異常な短パンはちょっと嫌だなって。いるでしょ、たまに。これはちょっと嫌だなって。たまに裸足は嫌かな。ということで、じゃあちょっとね、オクトパス、はい、一人ずつ最初にちょっと自己紹介。あ、はい、お願いします。じゃあ僕から、はい、いきます。22歳、マイナスイオンの森から来ました、陽性です。ノルウェーってこと？え、ちょっと待って、ね、絶対トップバッターじゃないでしょ。間違えてる順番、まともだと思いきや。オルウェイって呼んじゃうから大丈夫。ムーミンの仲間ってことで。ムーミンの仲間って。ヨッツってやるじゃない。ヨッツさん、なんで妖精って言われてるんですか。自分で。あ、自分で言ってるんだ。あ、そうなんだ。じゃあもう触れられないね、これ以上。そうだね、確かにね。ちょっとそうだね。はい、僕はグループのボスベイに担当のグループ最年少19歳の小堀柊です。あら、コボって呼んでください。おー、可愛いね。可愛い。岡田さん可愛い人好きだから。可愛いねってもうすぐ口に出してるから。可愛い。マジマジと見ないで。可愛い顔してるってる。日本が生んだカリスマチョコガシュバルです。ちょっと待って、まともな人って一人もいない。自分で言うんだね。確かにすごい綺麗な顔してる。確かに。でも自分で言うとなんかさ、笑っちゃうよね。な、私たちが。確かに。本当。わ、自分も笑ってるやん。自分も笑ってるやん。あだ名はワンワン。なんで？ワンワン。このワンなんだ。ワンワンってあんまり使わなくない。ヨッツとコボとワンワン。はい、ありがとうございます。ワンワン。全然覚えらんねえな。いきます。あ、すごい。ボイパラ。どうも、オクトパスのカイホです。よろしくお願いします。すごいじゃん、ボイパで始まって。カイちゃんです。カイちゃん、いいいいよ。カイちゃん、わかりやすいよ、カイホでカイちゃん。すごい、カイちゃん。ありがとうございます。はい、福岡のスマイルモンスター、太田俊生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スマイルモンスター、確かに笑顔がすごい可愛い。可愛いんだよな。ありがとうございます。あ、俊ちゃんです。俊ちゃん、俊ちゃん。私見やすい、わかりやすい名前になってくな。はい、オクトパスのダンシングクイーン、小瀬直樹です。おお、ナオピーって呼んでください。ナオピーは英語が流暢な感じがしたね。ダンシングクイーンがちょっと聞き取れないかと思っちゃう。踊りが上手いってこと。綺麗な感じが得意です。今日もしかしたら見れるかもしれないってこと。ああ、もうそれはもう、あーちょっと分からないです。最後ですか。はい、僕がいつもやってる自己紹介があるので一緒にやりましょう。いきますよ、せーの。どんぐりころころどんくりた、栗田にハマってさ大変。はい、オクトパスの二十歳、栗田光平です。よろしくお願いします。あれ、栗田さんと太田さんって一回お仕事したことあって、私以前ロケにさせて、ね、行かせていただきました。そんな感じだったっけ。あんな感じだったの。あんな感じだったよ。どんぐりこの子一緒にやらなかったの。どんぐりだってだっけ。あの時からどんぐりでした。あの時からどんぐりだったっけ、はい、でもロケが初めてだったので。あ、そうですね。控えめどんぐりだった。栗って呼んでほしいんですけど、栗、まあせっかくなんでどんぐりって呼んでください。大変です、はい、何人か覚えられます、はい、すいません。オクトパスキャンバス、早速トップバッターは誰ですか。はい、かいちゃんからね。かいちゃんから。準備お願いします。お願いします。お願いします。いらっしゃい。
まあ、後ろ見えちゃうんでね、こういう風に。あ、なるほど。足元も見えちゃってね。裸足ではないです。よかった、裸足がいな、裸足いなくてよかった。裸足いない、ないね。じゃ、それでは、海保君、お願いします。おー、ブツクブツク、ブツクブツク、気になるな、ブンツクブンツク。でもかっこいい、かっこいい、かっこいい、似合ってるじゃん。いいですね。あ、似合ってる。はい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 。コーディネートのポイントを。はい、そうですね、はい、まあ、全体的にちょっと冬なんですけど、うん、僕アクティブなあの方なので、ちょっと動きやすい服装がいいのかなと。あ、でも確かに、はい、乗ってないけどスケボー乗ってそうだなって思ってます。あ、似合いそう。ズバリ今おっしゃってくださったんですけど、僕特技スケートボールで。あ、はい、すごい。ボイパじゃないのか。ボイ、ブンツクブンツク言って乗ってない。やりながら乗って踊ります。あ、でもいいね、全体的にね、シンプルでゴツゴツもせず、はい、いいの。背伸びしすぎてない感じが、ね、わかる、わかる。ちょうどいい。いいですね、出だし好調です。いいですね、はいはい。オクトパスキャンバス、続いて、はい、ゴボリシュ、はい、お願いします。ゴボ、はい、ゴボゴボゴボちゃん、ボスベイビー、ボスベイビー、ボスベイビー、ゴボリシュお願いします。おー、なるほどね。マック持ってるな。マック持ってる、いいな、おしゃれ。あ、かわいい。かわいい、めちゃめちゃいい。かわいい、かわいい、かわいい。真っ赤だね。バッコが好きっていうのは伝わってくる。でも僕らからしたらすごいシューっぽい。シューっぽい。ああ、そうなんだ。あー、さ、すごいかわいいんだけどさ、その全部持ってるからさ、AD さんっぽくなっちゃうから、ちょっとわかる。私も思った。なんか鼻が一瞬で消える感じがするというか、そのカバンがさ、ここしか見えなくて、こうのところも AD さんっぽいんだよね。なんかガム手つけてる感じという。マックね、これはポイントで、うん、ケースの大学生が絶対持ってないわかるよ、うん、あー、なるほどね。でも可愛い、このダボっとした感じはすごい可愛い、うん、すごい可愛い、ね、そのマックブックはお母さんにお返し丁寧にね、はい、オクトパスキャンバス3人目よ、高橋バトル、はい、いただきます。あ、俺じゃなかった、頑張ります。はい、彫刻よ、彫刻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 、当たってたやん。右肩がガタン、そういう位置づけの人なの。一応ファッションリーダー的なところ。あ、そうですね。あ、そうなんだ、はい、なんか僕めっちゃ綺麗な格好してる。ハードル上がるね、ちょっとね、楽しみだな。めっちゃめっちゃいいです。めちゃくちゃいい、めちゃめちゃ毎回綺麗な。悪いな、悪い顔してるわ。高橋バトル、お願いします。おー、おー、なるほど、いいね、いいね、なるほど、あー、やばいやばい、おしゃれ、あー、なるほど、おしゃれ、てか美しいね、確かに、いいね、美しい、ブンツク、ブンツク、いいね、踊り出しちゃった、キツネ、キツネ乗ってるね。あー、なるほど、かっこいいね、素晴らしい。もうすごい考え抜かれた感じのコーディネートの感じはあるね。シュッとしてるね、シュッとしてるし、恥ずかしいな。瞳も綺麗なんだね。ちょっとテーマとかあるんだ。テーマは目に優しいコーデ。赤と大違いだわ、はい、なるほど。中にお花、あ、確かに祭典になってる、ね、お花もっちりって感じじゃなくてね、細身な体もちょっと大きくね、見えてる感じもまた。ジャケットあるでしょ、あの包み子、包み子、ちょっとね、あの冬なんで。どっち包まれんの？入る、入るか、悩むな。待ってよ、母ちゃん。待ってよ、母ちゃん。どうしよう。どっち包まれんだろう。どっちかな。どっちも？どっち重要だよな。え？悩んでるわ。ね。いや、いや、二人とも同時に、意味的なのね。どっちもでかすぎて全然わからないっていう謎の力。オクトパスキャンバス、続いて4人目、太田俊誠、はい、お願いします。俊ちゃん、
ちょっと吸血鬼感あるよね。色白すぎるからな。4人目、しゅんせい、お願いします。おー、ユニクロの CM みたいな。すごいよ。うまいな、なんかポーズが。確かに一人だけなんかモデルさんだね。ブランドの顔してるな。いいっすね。すごい。ありがとうございます。かわいい、かわいいですね。どこで買ったか教えてほしいの。テーマありますか。テーマは、冬、クリスマス前、一緒に遊ぼうという。クリスマスじゃないんだ。クリスマスなんで前。なんで当日は違う格好したいのかな。そうですね。なるほど。全然関係なくて、自分に娘がいて、彼氏連れてきて、この子連れてきた、いい子連れてきた。あ、めっちゃいい。ね、あえてその丈がいいんだ、短めのやつが。そうですね、これがすごく可愛かった。これ開けたらどうなるんですか。あ、なるほどなるほど。あ、照れてるな。可愛いんだ。照れてるな。誠実そう。誠実そう。なんだって。で、育ちよさそう。ピアノ弾けそう。オクトパスキャンバス。ということで続いて五人目。五人目。はい。私四つ矢が行きたいと思います。よ、四つ。はい。四つ。行ってきます。行ってらっしゃい。四つ。可愛い靴下だけ見えてるよ。あ、ちょっとまだ内緒。じゃあそれでは。お願いします。わー、かわいい。いいね。かわいい。おしゃれさん。もうすぐ分かったわ、かわいいって。わー、はい、こんな感じです。かわいい。着てるやつ彼女と一緒に使ってそうだね。これは色合い的にはね。これどういうコンセプト。これ結構ちょっと迷ってで、まあ、スミとデートみたいな形で想像した時に、もうどちらかというと少しリアルな、もう実際に行くんだったらこんな感じかなっていう。なるほど。え、それってあえて手ぶらなの。あえて手ぶらで、あとはドライブ行こうかなっていう。なるほど。なるほど。だからもう好きなのね、はい、まだ1年経ってないんで、あの初心者マーク貼らせて。ああ、かわいい。じゃあゆっくり行こうよ。で、靴下がやっぱかわいいっすね。靴下に気を使えてる人ってすごいいいよね。かわいいですよね。穴開いてなさそうだもん、ちゃんと。まだ開いてないですね。素晴らしい、はい、悪いやつに絡まれても助けてくれるの。悪いやつ、いや、もちろんですよ。そんなことある。オクトパスキャンバス。6人目、ナオピー。ナオピー、いってらっしゃー。登場楽しみやな。頑張れ。おい、立ってる。コセナオキ、お願いします。よし、ナオピー。すごい。動き方すごいよ。すごい、すごい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、すごい。表情もすごいわ。すごい。ナオピ急にみんながアイさんみたい。モデルっぽいね。モデルっぽい。あんまちょっと似てる。みんながアイさんみたい。すごいな。今までの子たちが何だったんだっけ。ファッション召喚が強かった。すごい。やり直しできるかな。すごい。え、下のその生地すごいね。レザーだ。全身黒で。はい、そうです。これテーマがですね。テーマが。お仕事終わりのイルミネーション。お仕事終わりにスミーと。あ、そうです。僕は闇に溶け込みたい。もうあなたというイルミネーションが光り輝く。うわ、うわ、そんな夜になりそう。コンセプトもしっかりしてる。思ったの。一生懸命考えたんだろうね。やめろ。オクトパスキャンバス。
どんぐりの顔がこわばってるけど大丈夫か。絶対最後じゃなかった。絶対最後じゃなかった。やだ。続いてラストはクリタ。どんぐりどんぐり。どんぐりどんぐり。頑張れ。どんぐりどんぐり。あ。え？どんぐりが落ちてる。落ちてる。どうした？落ちてんだよ。あれ？あ！一番急に。急。ビートギターも。あ、なるほど。こういう感じなんだね。どんちゃん。確かに。あ、どんちゃん踊ってる。なるほどね。テレレレテテテテテレレレレレレテテテテテ。今夜のおかずにどんぐりいかがでしょうか。栗田光栄です。どんちゃんすごいな。やっぱガラッと変わるね。目もすごく大きく見えるね。確かに。目力強い。目力が強いね。目力が強い。僕結構なんか変なテーマで服を考えるのが好きで、僕の今日のテーマは、インスタのフォロワー 1.4 万人の同棲して2年半の彼女がいるとある休日ぐらいの。全然スミのこと考えてる。スミのことゾッとした。謎の設定一人で考えて謎の設定されてそういうのがちょっと 変な感じ。なるほどね。一ついい、はい、分かんない。ちょっと気になっちゃったとか。あら、どうした。この紐の中かな。私も分かった。なんかブラブラしてて嫌だなと思った。なんか人って揺れるものに目が行くって言うじゃないですか。ピアスとかね。心まで揺らすっていうのね。なんかちょっと心まで揺らす。あんま良くない。気になっちゃうな。揺れるものに行くのって男の人って聞くけど大丈夫。オクトパスキャンバス。はい、ということで全員ね、あの店終わりました。はい、お二人がこの人いいなみたいなのありましたら。じゃあ私から、はい、本当にリアルに考えた時に、この人だったら嬉しいなっていうのがかいちゃん。でこういう感じ好きなのよ、シンプルな、シンプルなのが、お似合いだな。お似合いだ。年上の彼女。お願いだ、捨てないでね。皆さん、私はですね、しゅうちゃん。おあ、やったー。どこら辺が良かったんですか。いや、可愛い、なんか背伸びしてない感じがすごく可愛くていいね。どっか連れてってやろうかって思った。姉御飯。姉御飯。じゃあ逆に、はい、なんかこの人ここワンポイントこうした方がいいんじゃないかみたいな。めちゃくちゃおしゃれだけど、ナオピーはちょっと会った時どうしていいか分かんない。いや、分かる、分かる。何着ていいかが分からない。もうちょっと何年かファッションの勉強しないとちょっとナオピーの時ちょっとあの次元までね。いけない。いけないと思う。ちょっと一番やっぱね、あれだったのはね、でもせーので言おうか、名前を、せーの、どんぐり。どうですか。私やっぱブラブラさせてんのが怖すぎた。あと冬に直アクセサリーもちょっとやだ。寒いでしょ。あ、これあれなんですよ。何、チタンなんですよ。まだにチタン合金冷たくないんですよ。ごめん、知識なしだった、ごめん。あのブラブラさえなければよかった。ブラブラブラさえなければ。悔しい。みんな可愛かったね。みんな可愛かったで、ありがとうございました。以上、アウトでした。人選ぶ、選ぶ、選ぶ、すごいわ。なんか挑戦できない服装、ね、確かに。そんな丸いなって、ひざ骨みたいな丸いよね、重みだ。あれか、あ、でも、俊生も見てください。ドライブ俊生。いえ、ストラップ。ストラップ、家の鍵、家の鍵入れてる。